はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、クラン対戦リーグから、タウンホール12のアタックを1本見てもらいたいんですが、こちらチャンドラーさんのアタックですね。で、チャンドラーさん、タウンホール12の中盤ぐらいの、戦力かなっていうところで、相手の村は、同じように中盤から序盤の、タウンホール12というところですね。で、配置の特徴、ちょっとね、これをまずおさらっておきたいんですけども、対空砲が、全体的にね、外側にこう出ている。で、シングルインフェルノがここに2本ですね。3本目がね、ちょっとこれないっていう点で、やっぱり序盤ぐらいの、防衛力なのかなっていうところではあるんですが、よく見ますよね、こういう、外出しの、出しってほどでもないけども、対空砲。で、これをね、攻略するのに、ちょっとね、ぜひこの考え方っていうのをね、見てもらいたいなと。いうところで、これ動画に、させてもらいました。で、今回チャンドラーさんの攻め方は、クイヒーからの防北っていうところですね。で、兵器は、これ6ボマを持っていっていますね。で、やっぱりね、クイヒー使った戦術の場合って、割りかしウォールブレイカーじゃないわ、ウォールバスターかな、これをね、持っていくっていうパターンが、結構あるんですけども、今回チャンドラーさんはボマーですね。で、これをね、どういう風に使っていくのか、この辺っていうのをね、よくちょっと見てもらいたいなという風に思います。で、今ちょっとね、壁開けをこれ、クイヒーパートミスってしまったんですけども、そのままクイヒーは壁際を歩いていきますね。で、ボマーが12時から登場。で、そのボマーがどんどん壁をね、こう破壊して、前に進んでいくところで、後ろからババキンと、ウォーデン、あとボーラーかなが後ろからこう続いていきますね。で、この格好なんですよね。ぜひ見てもらいたいところっていうのが、今、完全にクイーンが別動隊の形になっているの分かりますかね。こういう風にで、ボーラーたちが中にね、こうどんどん入っていって、レイジに乗っかって暴れていますよね。で、それがこのホグライダーと、合流して、中心部はボーラー、外周部はホグライダーと、でさらに、外側に回った、クイヒー部隊がね、九時方面の外周をカットするという格好が出来上がってますね。で、おそらく、この攻め、途中でね、ウォールブレイカーの突入をミスっちゃったので、必ずしもプラン通りではないと思うんですけども、ちょっとね、どこまでプラン通りかって私も見えにくかったんですが、いいヒントがね、ありましたね、この攻め。ここをね、2回目はもう1回これ流しながら見ていきたいというふうに思うんですが、最終的にはこのまま、クイヒーがかなりね、クイーンの体力ギリギリではあるんですけども、しっかりね、最後の区画までヒーロー3体を残して、全開を取っていくと、そういうアタックですね。お見事なんですけども、ですね、ちょっともう一回配置を見てみましょうかね。なんで私がね、このアタックを今回、上げたかっていうと、こう対空砲が外にある配置、最近よく見ますよね。で、これの嫌なところっていうのは、主に2つあって、1つは対空砲が外側にあるので、こういうところらへん、こんなところだったりとか、こういうところ、これをベビドラとかで非常に削りにくいんですよね。対空砲に打たれてベビドラがしっかり壁際までカットする前に、落とされちゃうというちょっと難点があります。で、2つ目、これはラババル回す場合にラバがね、結構この外周に引っ張られるじゃないですか、対空砲のある方に、当然ね。そうすると中心部に入ったバルーンっていうのが一気にこの辺のクロスボウとかの攻撃を受けてバッタバッタ落とされる、そんな、いやらしい点がこの外側にある対空砲にはありますよね。で、さらにそういうのをじゃあクイヒーで落としたらどうかっていうと、いやらしくここにちゃんとこうシングルインフェルノとかがあって、最近シングルって別の意味で弱いっちゃ弱いんですけども、ことクイヒーに関しては、フリーズやクロークを絶対にもう使わされちゃうっていう状況に陥りますので、なかなかこれクイヒーをね、で、この辺の対空砲を追っていくっていうのも、追っていくというか、追っていきながら、例えばこういうところね、ウォールバスターで一気にボーラーとかペッカと一緒に、クイヒーを合流させて中に突っ込ませるっていう攻め方をしようと思うと、
歩かせにくいですよね、こういうところ。あの、クイヒーが歩いていくと、この、シングルインフェに捕まりそうになって非常に怖いじゃないですか。で、こっちも同じですよね。この中心部というか、まあ、3時方面かな。主にバスターを入れるんだったら、この、2時から4時方面のどこからからバスターをね、まあ、タウンホールの位置がここなんで、入れざるを得ないことを考えると、クイヒーからのペッカボーラとかやった場合には、スタート場大体この辺、またはこの辺っていう風になりますよね。なるんだけども、シングルインフィルのが非常に怖いと。こういう配置なんですけども、これに対して、チャンドラさんが着目した点っていうのは、逆に、だったらクイヒー外側歩かしちゃえっていうことなんですよね。まあ、壁開けちょっとミスりはしたものの、この辺りって、そんなに、壁の外側に火力が向いてないじゃないですか。なんで、平気で、あの、クイヒーが外をこう歩けてしまうんですよ。そうすると、ここの表層っていうのが全部こう削られますよね。削られていって、この辺が壁がむき出し状態になる。で、なったところでボマーを投入していって、で、対空砲がもう、表層にある分削られちゃってるんで、まあ、怖いのはシングルインフェだけですよね。こいつにフリーズさえかけてあげれば、まあ、ボマーが、そのまんま壁と一緒にこいつをぶち壊して、中に道を作ってくれるということですね。で、外周を削るっていうことは、イコール、まあ、外にあるね、あの、びっくりテスラも全部こう、クイーンが削った状態を作ってくれるんで、ボマーが横に流れずに中心に向かいやすくなる、まあ、そういうルートを確実に作りやすくなるわけですよね。こういう、あの、視点で、まず表面をクイーンで削る。で、その削った表面の、直角に、ボマーを突っ込ましていくと。で、そこの壁を開けて中にボマーを済ませていきながら陸部隊を流し込んでいく。こういうね、理屈でこの攻め成り立っていて、それがまあ理屈通り綺麗に決まってるっていう話でね、あの、非常にいろんなね、まあ、この村だけでもなくて、いろんなこういう、あの、対空砲が外にね、偏っている村に応用が効くかなと思いますんで、まあ、ぜひね、この攻めは参考にしてもらいたいかなと思いますね。で、まあ、もう一回言うと、まあ、この辺、あの、しっかりね、表層部分っていうのをクイヒーとか、あとはライドラ、ビビドラでこう削っていきますね。もう完全に12時方面の壁がむき出しになりましたね。まあ、ちょっとここでね、中に突っ込ませて、本当は援軍処理をね、これクイヒーでしっかりやりたかったんでしょうけど、まあ、ちょっとテスラに捕まっちゃったっていうところで、まあ、これは残念ではあります。が、あともうこのウィズ島が完全にこう、むき出し状態なんで、ボマーをここに当てれば、もう勝手にこう、ボマーが進んでいくルートがこう見えていきますよね。なので、このクロスボまで入っていきさえすれば、しっかりね、中心までつながる穴が開きますから、後ろから来る、ボーラーだったり、ヒーロー部隊、まあヒーローっていうかあれかな、ババキンと、ウォーデンが中まで突っ込むルートが出来上がると、まあいう算段ですね。で、まあ、繰り返し言いますけども、クイヒーは今、クジガイ流れていきましたが、全然ね、あのダメージを、あのクイヒーが食らう、ような強力な施設っていうのが、まあギガデスラぐらいしかないので、しっかりね、最後までクイヒーが歩き切ることができるというところですね。まあ、ボーホグっていう戦術はいかにね、してボーラを中で中心部で暴れさせるかっていうところなんで、もしかしたらね、これ今ボーラ部隊に、まあ、レイジではなく2発目はもしかしたらヒーリングを打ってあげてね、延命させたらなお良かったかもしれないですけども、まあ、本来ボーラってね、あの、後ろからヒーラーをつけてレイジとかで回復させないと結構あっさりやられちゃう、まあ、ユニットではあるので、まあ、中心部で長生きはできないのでね、まあ、ちょっとヒーリングがいったかなという気はするんですが、まあ、それでもしっかりね、外周部にはこれだけ体力ピンピンのババキンと、まあ、ウィザードとウォーデンが、あとバーバリアもいっぱいいますからね、まあ、ここで仮にクイーンがギリギリ落とされたとしても、まあまあなんとかなったかな、どうかなっていうところですね。まあ、非常にこれ面白い発想だったんで、よく 見られるね、こういう、外側に、対空砲が偏っている配置見つけた場合には、まあ、当然オーソドックスな、クイヒーからの防ホグっていうね、戦術で、クイヒーを合流させながらボーラーを中に突っ込ませる、まあ、っていうのはありなんですけど、やりにくいなと、まあ、思った場合にはね、こういうあえて表面をクイーン歩かせちゃって、で、そのガラ空きになったこの表層部分にボーマーを突っ込まして、中にボーラーとかね、ヒーローを突っ込ましていく、まあ、こういう攻め方も、選択肢のね、一個として持っておいてもらうと、あの、いろんな、あの、村に対応がしやすくなるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思いますんで、ぜひぜひ、ご参考になれば、幸いです。はい、
というところで本日はこのあたりで失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、また関西クラクラクラブにも皆さん遊びに来てください。では本日は失礼いたします。バイバイ。